指令などを行ってきましたしかし、私学科からの満足ある回答は得られていません、こういう記述がありますね。また、我々以前にもこうした事例を府にも相談してまいりましたが、府は一向に調査する姿勢を見せず、また指導することもありませんでしたと、こういうことが書かれていますね。で、府側の言い分はですね、まあ、私学なのでなかなか手が出せないということを、府は言いながら調査をしなかった。で文科省に言うとこれは 国ではなくてあの、都道府県の権限に降りているので、やりませんと、で誰もこれをです、ね、実は対応してこなかったの、これ保護者の声に。でもし私、この声にです、ね、どっかの段階で、深く国がもし耳を傾けていたらです、ね、今回、今、大きな問題になっている設置認可の問題自体もです、ねああ、ああいう問題のあるその学校法人ならどうかなという、そういう、まあ、ある種目で,です、ね、厳しく、もっと厳しく。 チェックが働いたのではないかと思うんですですから、大臣、これはもちろん、府の所管であることも重々承知をしております。しかし、これだけ大きな問題になった以上ですね、その教育を司る文科省としてもですね、この府や、あるいは縁側だけに話を聞くのではなくて、保護者や元保護者の皆さんの声にも耳を傾けながら、こうした問題の調査や解決に、 人力努力すべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか松野文部科学大臣あの一昨日です、ね、元園児の保護者から大阪府に対して、森友学園塚本幼稚園における不適切な指導などに関する調査や指導を求める申し入れ書が提出されたと聞いております。で大阪府はその内容も踏まえて、今後、事実関係を塚本幼稚園側に確認をしていくと。 いうことを私たちはですね聞いておりますあの,この委員会においてもです、ね、また従前、委員からもご指摘をいただいた点も踏まえてです、ね、大阪府とちょっと情報を共有化できるように、まず今の段階においてはです、ね、しっかりと進めてまいりたいと思いますし、あの文部科学省として現段階においてはです、ね、大阪府が保護者からの申し入れを踏まえて、今後、事実関係を確認し、対応すると。 いうことを聞いておりますので、まずは所葛町である大阪府が適切な対応をしていただけるものと考えております。そしてその上で,です、ね、仮に、まあ、こんなことはありえないと思いますが、大阪府が放置をするようなことがあるとかです、ね、指導内容がこれ、一時区不適切だということがあれば、それは当然、文部科学省として対応させていただくということでございます玉木雄一郎君。 まずは大阪府ということで、ずっとここまで来たんです。そろそろです、ね、共同調査、まあ、こういったことも含めてです、ね、一時的には府がやりますけれども、そこに文科省の職員も1人ぐらい同行するとかですね、そういった中でもう少し国の関与をです、ね、もちろん一時的には府だということは尊重しながら、そろそろ私、やるべき時期だと思いますので、大臣、これは検討をぜひして,もらしてください。でもう1つこれちょっと通告ないんですが あのもうこれ、多分認可取り下げてますから、あの学校は立たないですね、立たないんです、今、言われてるのはです、ね、その申請処理が3つ異なる契約書があってです、ね、こっちには23億円、こっちには15億円、こっちには7億円ってやってるんです。で、これ、伺いますが、あの大学の場合で結構です、設置申請をする申請書に虚偽があった場合には、その後しばらく認可申請ができない。 平成18年に確かそういうルールを決めたはずですけれども、これどうなってますか、あの再チャレンジすると言って、籠池理事長言ってるんですが、もし申請に虚偽があった場合は、少なくとも高等教育その大、大学文科省の所管の中ではですねあの、できなくなってるはずなんですよ。で、これ、小学校の場合ももし分かるんなら教えてほしいんですが、あの分からない、少なくとも大学に関してどうなってるか教えてください。 時は高等教育局長お答え申し上げます大学等の設置等に関わる認可の基準というものがございまして、大学の場合ですと、大学等に関してですね、ちょっと 途中、省略いたしますけれども、偽りその他不正の行為があったものであって、当該行為が判明した日から、起算して5年以内で相当と認める期間を経過していないものについては、認可をしないということが基準の中で定められておりますが、小中学校については大阪府の方での考え方、基準ということになろうかと思っております玉木雄一郎君。少なくとも大学で,です、ね、その申請に虚偽があった場合は、 5年間ぐらいですね、申請ができないということですね、ですから、大阪についてはどうなっているかわからないということではありますけれども、同じようにやっぱりこれはですね、私、もし虚偽が仮にあったとしたら、大学のそうしたルールに準じて、5年間ぐらいやっぱり申請できないというふうにするのがですね筋だとは思いますま、そういったことも含めて、大阪府とよく文科省もコミュニケーションを取ってもらいたいと。 いいう,うに思います最後、残りの時間でですね、特区で愛媛県今治市に設置される獣医学部の件について伺いたいと思います。でまずです、ね、文科省に伺いたいのは、獣医学部の新設はできないという規定になってますね。 これは特区が認められた後も原則できないということなんですが、なぜできないとされてるんですか時は高等教育局長。お答え申し上げます。獣医学部の新設につきましては、獣医師の受給等の観点から、昭和59年以降、医師などとともに抑制をしているという状況でございます。 玉木雄一郎君、受給関係からということは、つまり、獣医の数が不足していないという理解でよろしいですね。時は高等教育局長。お答え申し上げます。あの今の,その扱いについて、その経緯で申しますと、関連の。 情報をお答え申し上げますと、一つは昭和54年の段階で。 獣医学教育についてのレポートがございまして、その中で農水省さんの調査によれば、ちょっと土地は省略いたしますけれども、現時点では少なくとも現在の定員規模の拡大を特に図る必要はないものと考えられるというレポートがございまして、59年には大学設置関係におきまして、おおむね、 計画的な人材要請が必要とされる分野といたしまして、獣医師が挙げられておりまして、おおむね必要とされる整備が達成されているので、拡充を予定しないことをするというような関連のレポートがございます玉木雄一郎君、獣医師の数は不足してないんです。ここれれはずっっととと文科省が言ててきたことですすそそし偏偏在在あります地域偏在それと いわゆる大動物の獣医は少ないんだけれども、小動物は多くて、全体としてその分野間のまあ偏りもあるし、地域間もあるんだけれども、全体としては、足りてない、足りてないか、過不足なく、受給関係でぴったり合ってるから、不足してるから新たに増やす必要はないので、文科省はそういうことで獣医学部、例えばあの歯医者さんもそうですよね、認めないってことをしてますよね。じゃあ、なんで特区だったら認められるんですか。 内閣府藤原地方創生推進事務局審議官。お答え申し上げます。このたびの獣医学部の新設につきましては、日本最高戦略改定2015年やあ、平成28年11月9日の諮問会議の取りまとめにもございますように。 鳥インフルエンザなどの人従共通感染症が家畜等を通じて国際的に拡大していく中で、地域での水際対策の強化、また新薬の開発などの先端ライフサイエンス研究の推進など、獣医師が新たに取り組むべく。 分野の需要、具体的需要が高まってきているという問題意から新設に至ったということでございます。また、あの昨年11月の特殊文会議等におきまして、農水大臣のご発言にもあるとおり、感染症に対する水際対策を担う。産業動物獣医師については地域ごとの偏在があると。 いう中で、四国地域など、確保が困難とところもあるということを政府としてえ確認をさせていただいた中でのえですね、これは告示にも明示的に書いてございますけれども、広域的に獣医学部が存在し賃金に限り、獣医学部の新設を可能とするという判断に至ったというものでございます玉木雄一郎君。間違ってますよ。じゃあ伺います、平成19年が最新だと思いますが、文科省あ農水省は獣医師の受給についての調査をしていますね。 調査しています。その中にもありますけれども、じゃあ産業動物で2040年で最もそれが不足するという地域はどこですか。本当に四国ですか。止め,止,め止めてください。止めてください。ちょっと止めてください。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  農林水産省小川政策統括官付き事官お答え申し上げます、時間かかりまして申し訳ありませんでした。平成19年5月、獣医師の受給に関する検討会報告書の中で申し上げますと、産業動物診療獣医師の地域別受給割合。 とということで2040年を見た場合に、需給割合が100を切る、すなわち分母が必要重医数、分子が供給数ということで、申し上げますと、一番少ない地域から申し上げてますと、九州が60.6%、次が四国で65.5%、大変申し上げませんでした、それから東海も60%といった形で、下3つがそういった状況になってございます。 玉木雄一郎君あのところで一番少ないのはどこですかお答え申し上げます、えー、日本を9エリアに分けまして、えー算出、推計しておりますところ、一番低い数字ということで申し上げれば、東海の60.0ということになります。玉木雄一郎君政府の答弁に嘘があるんですよ 将来の予測をしたときに2040年、これ、農水省のデータですよ、一番産業動物の地域需要のですね、一番少なくなる、不足するのは、東海が60.0、じゃあ次、四国が、ったら四国じゃありません、次は九州です、60.6。で、やっと3番目に四国が出てきて、65.5なんです。四国が産業動物の獣医が少ないから、四国に認める、今説明いただきましたけど、間違っているのではないですか。 明確にお答えください農林水産省小川政策統括官月参事官お答え申し上げます ただいま申し上げた数字は、まさに時給割合をこの平成19年の時点で2040年を見通した場合でございます。で現実に近年起こっておりますことでございますと、地域によっては産業動物獣医師を採用しようといたしましても、応募者数が採用予定数に満たない場合などがあると聞いております。でこのような観点から、農林水産省、産業動物獣医師を志す獣医学生に関しまして、就学資金を対応する事業を行っております。 これはあの卒業後に当該県に産業動物獣医師として就業していただくということを条件としております。で平成28年度のこの対応計画をついてみますについて見ますと、例えばあの四国でも愛媛、高知、徳島の3県から新たに対応枠の申請があり、やはり産業動物獣医師の確保に苦労されているということが考えられると思います。以上でございます 玉木雄一郎君答えてないですよ、対応してね、なんで産業動物の獣医が少ないか分かってるでしょ、公務員獣医師になって,なってもです、ね、お医者さんと比べてその給与表で低いし、共済のお医者さんとかになってもね、だんだん農家が少なくなってきたりとか、待遇が悪いからいかないんですよ、でもしそれを増やしたいんだったら、農水省、責任を持ってそういった給与制度とかね、待遇改善の措置を講じたらいいじゃないですか。 トークをつくることは解決策なんですかしかも四国に作ることが解決策なんですか、全く意味が分かりませんよ。だって15回もね、構造改革特区、私も,もう設立にも携わりましたから、よく分かってるんですが、何度も何度もやってきて、今私が言っていることは全部政府側言ってました、かつて。かつて。でしかも、去年の今頃ぐらいまではですね、私、ずっとこれ、フォローしてきたから、同じ答えを言ってきたんですが、ここ1年ぐらいで、 急に態度が変わって、急にスピーディーに物事が進んだんですよ。だからものすごい不思議なんです、これ。で、人獣共通病ね、まあ、ワンヘルスってことを獣医師会も言ってます。こんなの当たり前で、全部の獣医学部で今言ってますよ。新しく何か学校を作らないと、こういったそのトリフルとかね、そういったことに対応できないなんていうのは、そんなバカな話はないんですよ。新規制が必要だ。 でライフサイエンスのための獣医が必要だ、ネズミじゃなくて、豚とか牛を動物実験使う、だから獣医が必要だ、でも一方で言われてるのは、こんなことに動物実験使っちゃいけないという動物保護の観点もどんどん出てきてるんですよ。そんなことを理由に、動物実験を強化するために特区を作るんですか、すべての理由に理由がないんですよ。なんでここんなことが急に 作られたのか極めて不可解ですこ,れでこの学園の代表者の方と総理との関係が緊密だ、もう私、あんまりそういうことは言いたくないんだけれども、ただずっと申し、ずっとこの話を追ってきた立場としてはね、極めて不可解だし、役所の行政官としての皆さんの説明がなってない、引き続きを取り上げたいと思いますけれども。 少なくとも今言ったような話は全く理由になってないことこのことを指摘申し上げまして質問終わりたいと思いますありがとうございました次に太田和美君 <laughs> 太田和美君民進党の太田和美でございます <laughs> 本日質問の機会を賜りましたことにまず感謝をいたします本日は独立行政法人日本学生支援機構 改正案について質問をさせていただきたいと思います。我が国は世界でも珍しい給付型奨学金がない国でありますけれども、本改正により非行の業務に、学士の支給が追加され、給付型奨学金制度が開始されます。今まで対応型しかなく、まるで貸金業者との声もあった日本の奨学金制度でありますけれども、給付型の奨学金制度ができることは前進であると評価をさせていただきたいと思います。 しかし、大臣、これはあくまでもスタートラインでにすぎません。